今年の団長は佐々木理朗さん、12代目の団長。この団長を中心に今町の地タイトライが北陵川河川敷を北上しております。非常に天気に恵まれました。今が最高祭り3日目です。びっくりしました。6日目河川敷のこの後滝比べが行われようという、今や大都市と太鼓祭りのファンたちが待ち構えているところですが、どうぞ太鼓台が入ってきたスペース、そして滝比べが行われますので、安全な距離を保ってご覧いただければと思います。松の木がやってきました。松の木がやってきました。朝日天幕を見せてくれ、朝日天幕を見せてくれ。松の木太鼓台は来年が10年を迎えるという記念の年です。そして14代目日の目ですね、日の目がやってまいりました。日の目太鼓台、群像の男たち、群像の太鼓台ですね。で次は群像、そして木の初の群像の男たち、そこでタイトライトは23年目を迎えることになりました。今年で23年目を迎えます。さあ本部席前、そこでタイトライがやってまいりました。14代目、残り2つの太鼓台です。さあ目の前を群像の男たち、先2人が最後のバーブ左に曲がってメイン会場に入ってまいります。そして近代はサマーズ、サマーズ太鼓台が実際に花束を受け取っているところです。サワーズは昨年コンテストで優勝したタイトライです。サワーズタイトライ6年ぶりの優勝だという話を聞いております。ちなみに昨年の年数は優勝が決まったサワーズ、そして3人同様の年数は、そして3人同様の年数は優勝するサワーズ、この記念館は非常に誇らしい記念館と、サワーズ太鼓台が迎え、昨年チャンピオンサワーズ太鼓台、ここも差し上げました、差し上げました、早くも差し上げで入ってきたサワーズ太鼓台、ちょうどこの地元になるんですか、ははは、は地元の声援を受けながらサワーズ太鼓台、なんと平成13年には東京で開催されました NHK ホールで開催された地域伝統芸能祭りにも出場しているという、四国を代表する三大祭り、三浜太鼓祭りのチャンピオンの称号を手に入れた河津太鼓台、地元の太鼓台がやってまいりました。なんとこの河津太鼓台の起源は江戸時代後期と伝えられております。江戸時代後期の文政年間、現在で5代目という歴史のあるもう立ち合いに揺らしております、揺らしております、草が大きく割れております。素晴らしい、すでに気合い十分、昨年6年ぶりに移動したという河津タイプライン、今よくゆっくりと最後15代目新代を務めます、河津タイプラインをご注目ください。現在5代目ということをお伝えしましたが、
仙台の4代目が昭和42年に優勝、43年目にして愛子内を優勝したということです。さあ、差し上げる、差し上げました。大きな拍手をお送りください。いや、家臣たち、記者たちを見てみますと、堂々としたチャンピオンらしい表情に見えます。この後の勝ち比べも楽しみですが、明日のコンテストもどのような勝ち上げ運行を見せてくれるのか、河瀬太鼓台が非常に楽しみです。先頭されながら、敵は鮮やかなヒットと黒、そして先発は白と赤、昨年チャンピオンのカーテン、堂々とした表情で入場してまいりました。担ぎのうまさには非常に定評があるという。さあ、アピールタイム、河瀬太鼓台。明日の8番球者、放り投げは皆さん楽しみにしてくださいという意見をいただいております。新会長を務める15代目、川東テレビ室から、そろそろ河瀬太鼓台入場です。
しょうか。戻ろうとしています。
Okay.
今差し上げて長い長い耐久時間も非常に長い。あーっと大丈夫でしょうか。停止してください。全太鼓台かき上げは停止してください。救急車が要請されましたので、どうぞ救急車が入るスペースをお開けください。全太鼓台に申し上げます。かき比べは停止してください。かき比べは全太鼓台停止してください。Thank you.
Thank you.
はい。